やれや。ああ、ちょっとな。別に大したことやあらへん。前にも言うたが、そんなもんは小枝一本でどうにでもなる。おい、人のこといぶかしげに見んな。ああ、ただの気分転換や。で、お前はなんでここにおる？猫ってまるでノリやな。で、お前足は洗ったんか？せやったら誰よりも優しいこの俺が消毒したるわ。お前はおとなしく座っとき。おお、なんやその無駄に長いダメは。ああ、正解や。分かっとるんやったら五択並べんと座れやな。派手にすりむきおって、こけたところ見られんで残念なくらいやな。まあ、これくらいやないとおもろくもないからな。消毒液がよう染みとる証拠やろ。せやな。もっと痛がってみせたら、押し付けんのに少し力抜いてやってもええで。うわ、お前演技減ったやな。真顔で棒読みて大根役者にもなれんわ。ま、こんなもんでええか。アホな演技も見られたし。ほれ、絆創膏。あー、せや、消毒したった代わりにこれやっとけ。見りゃわかるやろ。ゲームに充電器、最低レベル10は上げとき。言っとくけど、ストーリーは進めるんやないで。わかったな。じゃあ、おかえりなさい。お前か。おかえり。どこ行ってたんだ？なぜ図書室？本なら図書館行った方があるだろう。え、ああ、そうなんだ。つか、学校の図書室は空いてんだな。あ、ねえねえ、今日は夜に劇場版妖怪白猫のテレビ初公開だよ。うん。全然関係ねえ話割り込ませたな。どうしたの？
おい。それ携帯ゲーム？お前でもゲームとかすんだ。つか似合わねえ。ちじれ先輩に。というか見返りを求められる時点で施しじゃないだろう。やっぱりこのゲーム知ってるよ。僕も一時期ハマってたな。それ敵が普通の RPG に比べて結構強いからレベル上げに時間かかるんだよ。だから物語進めてるとあっという間に日が暮れて。こんな感じかな。ああ、これは慣れだよ。重要なのは相手の動きを見ながらベストのコマンドを選ぶこと。もう一回やるから見ててね。やばいな、お前のボタン操作。お前とだけは格ゲーしたくないわ。いや別にタッグマッチとかなら。よかった。つか具体的にそのゲームの中で何をしろって言われたんだよ。さっきも言ったけど、これレベル上げるの大変なんだよ。レベル78から10上げるって。時間がすごくかかるんじゃないかなって。ねえ、どれくらいの期間でやれとか言われたの？そうした方がいいかも。それじゃあ少しだけお手伝いしてあげるね。疲れたら代われ。俺も少しならやってやる。追いかけてる時に。あなたが怪我なんて珍しいからびっくりしちゃったよ。よくあることだよ。夜中に本なんか読み出すと私も集中して読みふけっちゃうし。そうそう、さっきこの場合のりすき先輩を見かけた時とかも。今日はヨッシーがおごってくれるらしいよ。せっかくだからたくさん食べちゃえ。申し訳ございませんでした、咲子様。ふーちゃん、君は彼女の優しさに感謝した方がいい。バイトと宿題に追われる夏休みなんてなんか寂しいな。バイト、家、時々学校って普通の時とサイクルが何も変わってない。哀れだな。
ああ、嘘泣きは見苦しいからやめろ。ね、君はどこかに出かける予定とかないの？え？あのメンバーと海？ねえねえ、ふーちゃん、そこで何か大きな進展とかなかった？よかった、菅野さんが無事に戻ってきて。咲子、心配するところがおかしいぞ。ああ、ねえねえ、写真とかないの？え、それってもしかして君の寮にお招きしてもらってるってこと？ぜひ。この後予定もないし、行ってみたい。すぐに片付けよう。よし、ラジャン。あ、ありがとう。ねえ、写真よく撮れてるね。ねえ、あなたの水着も可愛いし。でもこうして見てると本当に惜しくなるよね。彼らの顔以外の部分。君はまたそういうところを見てるのか。だってさ、黙ってればみんなかっこいいじゃん。もったいないよ。そういうことじゃないんだな。なんていうか、あー、ほら、外見から湧くイメージとのギャップ。そう、例えばさ、見た目知的でかっこいいなって思ってる芸能人がいたとするでしょ。でも実際その人がクイズ番組なんかでひどい間違いばっかりしてたら、なんか結構がっかりみたいな。ヨッシーの場合は妄想が働きすぎてると思うけどね。だってそれ以外に補う術がないんだ。ありがとう。前原先生とかその典型例だよね。まさにイケメンの無駄遣い。ひどいなと言いたいところだが同意する。まあ今のはプラスがマイナスになるっていうギャップだけど、それが逆に働く場合もあるんだよ。そうそう、よくある例だと不良が雨に濡れた子犬に傘さしてたりするのを見てキュッとするとかね。ところでね、さっきから一つ気になってたんだけど、この人放送部の先輩だよね。一緒に行ったの？のりづき先輩。おーい、話がずれてる。でもこうしてみるとちぎら先輩も見た目かっこいいよね。だよね。人の好みなど千差万別。君の好みを押し付けるな。まあでもやっぱりお昼の放送で結構きついこと言ってるし、喧嘩強いとか聞くから遠くから眺めるのがベストだけど。君には相手の内面に触れられるだけのスキルや可愛さが足りないからな、残念なことに。
本気で同情しているような言い方はやめろ。はっはっは、おい帰ったぜおめえら。会いたくない。生徒会長、本当に声大きいね。あ、大丈夫大丈夫、私たちもそろそろ帰るから。ねえヨシ。うん、あの生徒会長が部屋に入ったのを確認したらそっと出ていくから。あ、うん、それじゃあまたね。お邪魔しました。ち、生徒会長も帰ってこなければもっと彼女とお話できたというのに。さきこ、お前は人の寝込みを襲う気か。ほう、息の届く距離で人の顔を観察とは、俺のプライバシーもへったくれもないな。はあ、で、お前は保健室に何の用や。俺？あ？ああ、そういやそんなことも言うたな。で、どれぐらいあげた？しょっぼ。ま、お前普段ゲームなんてしなさそうやしな。自分でやれ！ノルマ2倍やボケ！で、今日はそのゲーム持っとんのか？持ってたら貸し。レベル81。ステータスは…あんま変わってへんな。別にすごくもないやろ。へえ。おい、お前顔近い。さっきから同じことを繰り返しとるだけやろ。つうか見るのは画面ちゃん。せやから近い言うとるやろ。画面が見えんやろが。かわいそうにな。頬には結構柔らかい肉もあんのに、胸はぺったんこでまんま背中やん。
なんや、文句でもあんのか。ふん、笑かすなや。じゃあなんや、実際に見せるつもりか。安心せえ、お前になんぞ興味ない。おうおう、一人前にむくれおって。お前でも自分のことに対して怒るんやな。何を？はっ、セクハラの意味もようわからんやつが偉そうに垂れんなや。それとな、美咲ちゃんに言っとけ、セクハラはお前やろってな。